ご視聴ありがとうございます。楽屋の花園です。本日は肋骨と骨盤の間を話したいというリクエストをいただきまして、その方法をご紹介したいと思います。一つ目のメソッドは椅子に座って行うものです。体が引き締まるコツコツ10秒体操 DVD ブックから紹介いたします。ウエストラインのくびれを出せるか否かの鍵となっているのが腹横筋っていうインナーマッスルですとか、広背筋っていう背中の大きな筋肉ですね。で、この2つを、鍛える体操になります。はい、では始めます。椅子に座りましたら背筋を伸ばしてください。上半身をまっすぐに立てた状態にして、肩の高さで両腕を上げます。はい、そのままこの腕が下がらないように気をつけて、左に上半身を左にひねってください。で、ひねり切ったところで10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そのまま右にひねります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、腕が下がらないように気をつけることと、このお腹の横ですね、くびれ部分を意識して行ってください。次に行うのは自力整体で、矢上優さんの自力整体で紹介されている踏み込みという方法です。まず四つん這いになります。そこからお尻を高く上げるようにして両手両足を引っ張りますね。で、足幅は肩幅ぐらいに開きます。で、頭を下げて足と手で、足も手も、地面を押すように、突っ張りますね。まずこのしっかりと頭を入れて、お尻を高くして両腕両足は伸ばして、ついている土面に手足を突っ張ります。踏ん張る感じですね。そうしましたら今度は、片足ずつにしていきます。右足を左足の後ろにこのように、左足の膝裏のところに右膝をあてがいまして、でちょっとお尻を振るような感じで体をひねりますね。ひねるというか揺するというか、右足と同じ、足幅元の状態のところに右足を戻します。そして今度左足を右足の膝裏のところに左膝を、あてがいまして、お尻を振りますね。でこのようにして体をちょっと揺すって両腕両足の経絡を刺激します。で、これは体のバランスをとるのと同時にこう上半身と下半身をこう広げるような形になりますので、肋骨と骨盤の間を広げるのに有効です。もう一度ぐーっと突っ張るようにして、で両膝をついて終わりです。少し正座で休むといいです。呼吸を整えてください。最後に立って行う C 体操というものをご紹介します。右足を左足の前に交差させます。で、右の腕の手首を左手で掴みます。で、頭上の方に持ってきまして、そのまま息をはーっと吐きながら体を横に倒してください。で、気持ちよく感じる程度に1、2、3、4、
4、5と5秒程度は伸ばしてください。そうすると肋骨と骨盤の間が開きます。すごく伸びます。はい、では足を戻して今度は反対にしますね。左足を右足に交差させて左手首を右手で掴んで、で右に倒します。息を吐きながら側骨します。ちょっとふらつくことがありえますので、何かあった時はパッと、手がつけるような場所で行ってください。で1回だけ行うよりも 2,3 回続けて行うとより効果的です。同じようにやっていきますね。右足に交差させて、右足を左足の前に出して交差させたら右手を左手首、左手で右手首を掴んで、で右脇腹が十分に伸びるのを感じながら息を吐いて側骨します。で5秒程度キープして戻します。今度は左足を前に出して交差させて左手首を右手で掴んで、1、2、ふーっと吐きながら1、2、3、4、5で気持ちよく伸ばしてキープしてください。この C 体操寝ながらでも行えますので、ベッドでやっても大丈夫です。体はいきなりは変わりませんので、やっぱり続けることが大事になります。1日1回でも2日に1回でも思いついた時に、このC体操をやってみたりですとか、座った状態からの、体をひねる動きですね、やってみたりですとか、ここを本当に意識してちょっとお腹を引っ込めるだけでもすごくいいです。骨盤ですので、骨盤を押さえるようにしてこう下げるような動きをするのもいいです。胸を張るようにしてこのようにして骨盤の方に手をかけて、この体の動きと合わせて骨盤を押し下げるように、そして胸は、広げるように肩甲骨を寄せるような感じで胸を開いて足を踏ん張って骨盤を下げるというようにするだけでもこのウエストラインは綺麗に出てきますので、曖昧まで立ってる時、座ってる時、寝てる時いつでもできますので、生活の中に取り入れるようにしてやってみてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。リラクヤでは皆様のご意見、ご感想、ご要望、いつでもコメントお待ちしております。気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。またお会いしましょう。See you!